お元気ですか？谷村新司です、今日は3月の11日、もう東日本大震災、あれから随分時が流れましたけども、あれからずっと、東日本震災のためのチャリティーコンサート、評論家の湯川玲子さんが主催されている、サントリーホールでの、全音楽界のコンサートっていうのがありまして、谷村もそれに、できるだけ毎年出演して、皆さんに、こう喜んでもらえるように応援しようと思ってやり続けてきております。今回も無事に、その歌を届けることができてちょっとほっとしております。さあ、今日もあなたとゆっくりこのラジテレ始めて参りましょう。さて、今回のテーマは春を待つ、春を待つです。ちょうどね、今年の1月、新しい作品作りをするために、北海道に行っておりました。まだ1月末って言いますと気温は氷点下、だいたい夜になるとマイナス20度ぐらいになるんですね。それで景色は一面真っ白、遠近感も何にもなく、色も何にもなく、音もないという、そんな雪景色の中を毎日、少しずつ散歩したりしながら、そして、そこ一週間ぐらいいたんですけども、一日ずつ、太陽が、明るくなってくる、そんなことを感じながら、雪の眩しさにキラキラと目を輝かせていた、そんな一週間でした。それで、一番最初北海道に入った日に、これから一週間自炊なんで、自炊をするために、スーパーに買い出しに行ってまいりました。もう地方に行きますと一番びっくりするのはスーパーのでかさ